どうも西田渉です。私は20年間プロのカメラマンとして人物を中心に撮影しております。また写真家としましては2018年にカラーボ香港という個展を開催いたしました。また同名タイトルの写真集も発売しております。第43回 2018JPS 展でも入選しております。また私のツイッターでは写真レタッチのワークショップを無料で開催いたしておりますので、ぜひそちらもご活用ください。本日なんですけれども、こちらのレンズですね、こちら EF100-400 の F4.5-5.6ISIIUSM ですね。こちらのレンズのレビューをしたいと思います。合わせるカメラはですね EOS R、 そしてコントロールリングマウントアダプターにつけての運用ですね。最近私の動画でもこの EOS R のデュアルピクセル CMOS AF というものがですね本当に優秀 でいろんなどこの面で合わせてもかなり精度が高く、そして迅速早く合うと、いろんな昔の EF レンズを EOS R と組み合わせてでいろいろと試写しているような状況ですね。それでこのレンズなんですけれども、EOS 一眼でね使っていた時っていうのはですね、クロス F の範囲がすごく狭かったんですよね。 F2.8 速挙みたいなところ、 F5.6 速挙みたいなところがですね、もうほんとセンターの中央部のこの上下だけっていうような状態が精度が高い AF が使えたんですよね。例えば 5D マーク4とか、そして 1DXもおそらくそうだったと思うんですけども、とにかく精度の高い AF の範囲が狭かったっていうのが結構たまに傷なレンズだったんですよね。っていうところで僕も実はこのレンズは所有していたんですけれども、 EOS 一眼 5D マーク4とかと運用していたんですが、ちょっとねそういった意味で範囲が狭すぎてポートレートとかの撮影にも使いにくいということで、もう一度売却していたレンズなんですよね。ただ今のこの EOS R の AF になりまして、これがですねかなり暗いレンズでもねかなり精度がいろんな面で合うと、この EOS R の AF と合わさった時にこの100-400のレンズがどういう風に化けてくるか、そして精度、そして描写力どの辺まできっちり合ってくるかっていうところをですね検証してみました。で作例も一応撮ってきてますので合わせてご覧いただけたらと思います。でまず結論から申し上げますと、もう一度買い直したくなったレンズでしたね。 EOS R システムと組み合わせるとかなり最高でした。買い直して一本持っといてもいいかなっていう思えるレンズでしたね。で以前所有していた時は先ほど申し上げたようにやはりちょっと使い勝手が悪かったんですよね。まあ大きく重い割には結局真ん中の部分しかクロス速挙の AF が使えなかったと。だったら70-200の F2.8 の3型とエクステンダの EF2 倍の3型ですね。これそれを70-200と組み合わせても、結局そうクロス速挙の範囲って一緒だったので、まあだったらもう70-200 1本とコンパクトにこれで運用しちゃえっていう感じだったんですが、ここまでねきっちり描写が良くて AF も合ってくるとですね、このレンズの価値が EOS R システムとだと一気に上がりましたね。それぐらいね、で描写はねもちろん7ニッパにこれを合わせるよりかは全然いいわけですよ。こっちのレンズの方が特に2型になってからは描写だけは絶対的にいいっていう、もともとね EOS 一眼で使用してた際から描写はピントがしっかり合えば間違いなくいいっていうのはもうお墨付きのレンズなので、 EOS R との組み合わせだとかなりこれ蘇ってくる、より高い次元で表現できるレンズかなというふうに思いましたね。っていうところが結論です。でこれからはですね、このレンズと EOS R との組み合わせの深掘りの解説をしていこうと思います。まず1点目なんですけれども、やはりこの EOS R のこのデュアルピクセル CMOS AF によってもうほぼどこの範囲ででもこう覗いてて正確で迅速なピント合わせが可能っていうところですね。かなりいい感じですこれ、早いですね。で正確で結構暗いところでもきっちり合ってくるので何ら問題なくっていうところですね。100-400というレンジがねまた強烈な圧縮効果を出してくれるので、そういった意味でもねこのレンズ400までのレンジがあるっていうのはすごいことなんですよね。でもう一点なんですけれども、7ニッパ70-200の F2.8L の IS 3型の USM と先ほど申し上げたこのエクセンダー EF の2倍そして3型ですね、それとの組み合わせと比べても絶対こっちの方の描写が全然いいので、でさらにですねこっちでその食いつきの精度ですね、コンティニュアス AF にしてサーボ AF、追尾優先 AF っていう形にして、今回もですねいつもテスト撮影するイルカショー の撮影をしてきたんですけれども、まあ、前もね 1DX Mark II で撮影したりですとか、この EOS R に EF200 の F4
の2型をつけて撮影したりですとかっていうところで、毎回ねその同じ賞を撮ることによってオートフォーカスの食いつき、そして精度、そして描写力っていうところを見るんですけれども、このレンズもねやはり食いつきめちゃくちゃ良くて描写もすごく良かったですね。で100、400のレンジなので当たり前ですけど70、200なんかよりも全然寄れますし、その上で描写力もいいと、こちらと合わせることを比べても EOSR で運用するのであればこの100、400もちろんちょっと重いですけれども、このレンズを使う価値は十分にあるかなというふうに思いました。でこれからのね EOS R5 とかが出てきて、さらにこれとの組み合わせっていうふうになった時にもすごいよりまた楽しみになるレンズなのかなっていうふうにも思いましたね。で次なんですけれども、これがね結構驚きだったんですが、こちらですね、エクステンダーの EF2の3型ですね、これと組み合わせてみたんですよ。視聴者の方からもちょっと質問で、もしもこれのレビューをするのであればくっつけてみて動作するか、どのぐらいの精度感が出るのかっていうところを検証してくださいっていうものがあったので、確かに僕もそこ興味があったので実際につけてみました。もちろんねもうオートフォーカスに関しては相当速度が落ちてしまうので、もうイルカショーとかは狙いませんでしたね。確実にちょっと厳しいっていうのは分かってたので、つけた感じこういう感じですね。結構長くなったりごつくはなったりするんですけれども、オートフォーカスの精度に関してはかなりいいです。正直その代わり速度がねかなり遅いですね。一度ピントが合ってしまえば、でコントラストがはっきりした外のシチュエーションですとか、コントラストが白と黒がはっきりしたところだとバチッとピントを食って、ピントが合ったからにはほぼ外れないですね。これそしてですね、やはり驚きなのが、いくつかね作例でも撮ってきたんですよ。この 800mm 側で撮ってきたんですけれども、それのね描写も悪くないんですよね。こことくっつけたとしても解像感の落ちみたいなところがそこまで悪くなくてですね、もちろんこの単体でね使った方がもちろんいいはいいんですが、でどうしてもねこの 800mm で使うと F11 になるんですよ。で F11 になる分だけ ISO 感度も上がってくるので、多少ね解像感といいますか描写力が落ちることは落ちるんですが、でも必要十分にちゃんと改造してますね。本当にあの作例もねこういった形でご覧いただけると、 800mm っていうレンジなのでね、なかなか僕としても普段慣れないレンジで、そのスナップするにもちょっと迷いがあったっていうのもあるんですけど、まあ解像感だけをね今回はちょっと見ていただくような感じで、表現としてはちょっとあの稚拙なところもあると思うんですが、その解像感そして色のりとかそういったところをちょっと見ていただけたらなと今回は思っております。ただねこれで作例では見せられないんですけども、ちょっとね遠巻きから人とかを狙ったりした時に 100% ではないんですけれども、だいたい 50% 半分ぐらいの精度で瞳 AF 作動してましたね。これね追尾優先にしてて、人をもうほんと 800mm なんで30メーター50メーター先の人がバスアップで映るようなレベルです。それでも瞳 AF がちゃんと食いついて、場合によっては認識してバシッとピントを取ってくれましたね。でシャッタースピードを稼いでおけば、まあ、解像感もちろん多少落ちますけれども、ちゃんとピントは来てるな食ってるなっていう感覚がありましたね。ここから次の点なんですけれども、何度も言いますが EOS 一眼ではね、ほんと即拠点の狭さからやはり厳しかったんですけれども、このシステムを使えば、 EOS R 使えば、まあエクステンダーなしでね100、400で使う運用すると考えた時に、これねポートレートレンズとしてもいけますよね。今まではすごいね狭い範囲しかオートフォーカス拾えなかったのが、かなりほぼ全ての全域の面で瞳 AF が作動していたので、これからはこの100、400を使って、例えば 200mm を超えるレンジの圧縮効果を狙ったポートレートとか、まあ、135mm ぐらいのレンジ、そして 100mm のレンジぐらいの、そこそこね中望遠域のポートレート、そして超望遠域でのすごい圧縮効果を狙ったポートレートみたいなのもこれ撮れていくなって思った時に、一気にですねこの EOS R との AF システムと組み合わせると、ポートレートからおそらく鉄道とかもちろん撮れますし、で今日みたいな動き物イルカショーとかの出てきたものに対しても食いつきますしっていうところでの、かなりの万能レンズ感が出てきたかなというふうに思いましたね。本当にねちょっと驚きました。これいい驚きなんですけど、嬉しい驚きという感じで、特にね僕の場合このレンズを所有していて、結局はまあ使わないなっていうか使えないなっていう、僕のね範囲だと使えないなっていうジャッジを下したレンズだったので、それをね久しぶりにこの EOS R で使うことによって、もう全然前とEOS 一眼システムと EF システムで使っていた時よりも全然違う
化けたレンズにいよいよなったなっていう感覚ですね。本当に EOS-R の AF システムのおかげで今までの EF のレンズがですねどんどん化けてきてる感じがしてるんですよね。これがね本当に面白かったですね。追尾性も高いですしすごくね勝手がいい。でこれ結構よれるレンズなんですよね。確か98センチまでよれるんでよれますね。ピンと食えばかなりのねマクロ効果みたいなのも狙えますね。はい、では総括に参ります。 EOS-R の AF のおかげでこう劇的に生まれ変わるレンズでしたね。ちょっとねびっくりしました。驚きですね。いい意味での驚き本当に。でやはりねこれもう一度ちょっと買い直してみようかなって思えるレベルの描写性能でしたね。ちょっとマップとかでもざっと中古とか見てたんですけども、中古でやっぱり状態がいい備品とかだと19万20万を切るぐらいのレンズでしたね。当時ね僕今ねレンズの値段って上がってますね。当時僕中古で1回新興品ぐらいのを確かヤフオクで落としたのかな、まあそういうオークション系で落としたようなイメージがあるんですけども、その時はね17、8万ぐらいで落としたイメージがあるんですよね。でやはり今だとねやっぱ物価高というか徐々に上がってるんでレンズって、中古でも、まあ、マップだと19万ぐらい20万弱ぐらいでしたね。備品で20万弱、まあ、良品で18万台後半19万頭っていうイメージですかね。だからまあまあするレンズなんで用途はちょっと考えながら導入することになりますが、本当にこれ使い勝手がそう長いレンジが欲しい。そして今まだね RF もちろん100、500ミリっていうのがねもうすでに開発されてるので、今後はそことの比べるところにはなるかなと思いますが、ただ純粋にね F4.5 から5.6っていう結構明るいですよね。 RF100、500が F4.5 そして 7.1 っていう確かレンジですよね。なのでまあ500まであるって 7.1 なんで、まあしょうがないっちゃしょうがないかもですが、どのぐらいでどういう風になるかと、まあただこのレンズ本当に素晴らしかったですね。でもう一点ですよね、やはり特筆すべきはこのエクステンダーの EF2 の3型この組み合わせで、要はこれが200、800っていうね強烈なレンズになりますよね。200、800、F9.11っていうレンズですよね。 RF100、500そして 4.5、7.1 っていうところに2型の RF 用のこのエクステンダーも開発されてるってことは、要は F14 までが作動するっていう前提でレンズ作りをされてるってことは、やはりF11 でも動くってことなんですよね。ただ F11 での AF 動作に関してはかなり遅かったので、本当に撮るものは限られてくるかなっていうイメージでしたね。あとはある程度即拠点、その即拠する範囲をもう一番98センチから無限までですと相当動くんで、もう途中から3メーターから 無限遠無望遠っていうところでのリミットをかけて撮影するとまだ大丈夫かなっていう感じではありましたね。であとは100、500がどれぐらいのねフォーカス速度とかっていう、その500ミリレンジで F14 とかになった時にどれぐらい動いてくるのか。あと1点はですね、今回はこの2倍のエクステンダー使ってますけれども、これが 1.4倍のもう一個ね一段落ちの方を使って、例えば140-560っていうレンズで 1.4 倍の運用をすれば、もっとね AF 精度とか AF の速度とかもねそこまでの低下はない可能性があるので、それもありですよね。これもね結構早いんですよね。本当にカカカカカって動いてて、オートフォーカス本当早い。これこれ単品でこれつけるとめちゃくちゃ早いですね。でどのレンジでも拾ってくれるので、で AF の精度もねかなり正確ですよね。あとはねどんどんね EOS-R とかもそうですけど ISO 4万とかで使えるんで、多少暗いレンズだったとしても気にせずどんどん ISO 上げて撮っていってデータの破綻がないと、本当にこの俗に言うちょっと暗めのズームレンズっていうものがどんどん活躍の幅が出てくるのかなっていうふうに思った今回のレビューでしたね。このね瞳 F まで F9F11 で作動するっていうことなので、この EOS-R システムの AF ですね、これは本当にすごいなっていう。でまた楽しみになりましたね。これで EOS-R5 のまた高い次元でのね AF オートフォーカスが積んでくるって考えると、この辺の組み合わせとかもどん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 使い勝手が良くなってくるのかなっていう風に想定されました。いかがでしたでしょうかね。皆さんもね結構興味あるって方が Twitter とかでもねリプライ結構もらってたので、これレビューできて良かったですね。まあいろいろとね今日サンプル写真とか見ていただけたとは思うんですけれども、基本的にはね動体性能をまずは見たと、イルカショーでの動体性能、
まあ、そしてグラデーションとかもまあ悪くない。次はですねこれとの組み合わせで 800mm のレンジでのスナップをちょっと見ていただいたような感じですね。さすがにちょっとね稚拙だった部分はあるとは思うんですけれども、まあ本当に何度も申しますけれども解像感色のりとかを見ていただけたらなと思いました。というところでね皆さんもご意見ございましたらぜひコメント欄ご活用ください。合わせましてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。